スーパーカップ 1.5 倍冬を味わう味噌バターラーメンじゃなかった、味噌バター味ラーメンと、ここに味という字が小さく書いてある。1分ぐらいでいいかな。2分にしとくか。バター状ブロック、これは液体スープ、火薬、なるほど、火薬を入れて、あとお湯ですね、お湯です、お湯を注いで、で3分、何分だ、3分だね、はいはいはい、3分が経ちましたところで、開けて蓋を開けてほぐして、麺をほぐしましてですね、そして液体スープ、液体スープですね、これ入れます。よし、あとは、あ、バター、バターブロックを、バター状ブロックみたいなのがあって、これ入れて、あと今日のトッピングは野菜、もやしとピーマンを電子レンジで温めておいたものです。よいしょ、お、うまそう、もやしの香りがいいね。さあこれで食べよう。もやしがうまい。味噌ラーメンには唐辛子だな。これが合うよね。もやしもたくさん入ってるし、ピーマンも入ってるから栄養満点だ。ほら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 、うまそうだろう。